はい、皆さんおはようございます。今日はトモリさんご夫妻と今度は山に入っております。で、早速で朝一から浦紅さんを見つけました。すげえ。あー、これ指の跡っつうか、すげえうまそうです。ゲットです。探していきます。肉がしっかりです。はい、桜しめじさん、はい、こう来て、本当だ、みじを作っております。あ、すげえ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 、ちっちゃいのもあるね。一回見つければ結構ね、ありますね。よし、やったぜ。トボリさんが撮ってもいいよって撮らせてもらいます。こんな感じです。よし。あー、でもちっちゃくて良さそうですね。なんか今年の桜は軸が太いような気がする。何あったっすか？こっちにもある。それぞれ桜まなぐなってらすな。こういう斜面にコウタケ出ると思ってたんだけどな。ないかね。あ、やべえ、ちょっと山楽しい。はい、株なってる。どうぞ取ってください。はい、顔はうずさねえようにしてるんで大丈夫です。じゃあ取らせていただきます。うわ、すげえ。うわ、しっかりしてる。それは、あ、それ株じゃないですか。株です。立派立派。これ腐ったやつですか。なんだぞ。お、すげえ、楽しい。桜しめじを発見です。桜しめじ、桜しめじ、よいしょ。あれ、これ釈迦しめじじゃない？これ釈迦しめじじゃない？あー、もうダメかな。釈迦のでかいのがいますよ。ほら、これは結構量刑かなと。わー、やった。ちょっと取ってみます。いけるいける。オッケーオッケーオッケー、いけたいけた。お化け桜しめじでけー。ああ、やばい、でかいよ。ほら、こっちにも。やっぱり桜の木の根元だすな。桜しめじ、俺は結構やっぱ桜の木の根元とかで。わあ、行っちゃった。見つけます。ああ、もうダメかな。これは釈迦ですけど、ただこっち側のは大丈夫かな。こっちのは大丈夫かなと思います。こうやってあと撮影が楽しみになっちゃうぐらい可愛いキノコだな。
裏紅固定しめじからの桜ちゃんがズダダダーンと、あ、ここさ一緒に裏紅も桜がで上に大きい桜がありまーす。すげー、これやばいかも。すげー軸くて可愛いね。これ可愛い、めっちゃ可愛い。ザ・キノコでございます。わーうわー、両系の釈迦がありました。やべえ、この山すげえポテンシャル高い。よいしょ、桜しめじをまた発見。うわーでけえ。これは撮りたいんでちょっと撮ってもらえますか。撮りたいって撮影指定の方ですよこれは。いやいやいや。パパさんだ、釜ないもん私。パパさん帰りに舞茸発見です皆さん。これはトボリさんのテンションが爆上がりになるパターンではないでしょうか。ちなみに舞茸は取ったことはないです。うわ来たっすよこれは。よいしょ、やったっすね。これは結構ついてるんで、どうぞ皆さん舞茸でございます。はーい、とりあえず写真を撮って採取したいと思います。出すな。あーいいっすねー、はい。これね、ちょっと、あ、入った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 っすか、うん、これ、いつも来るの。おいやー、しきた。俺もじゃあ手前のやつ取るっすか。入浴するっすか、あまりしないっすか。まだそんなんじゃないんだ。あこれは、半皮ちょっと乾かしてから、うん、あの食事すると、うん、とても美味しくいただけるいただく。もう鳥がだもんね。鳥がだったら撮影がもう雑になってきちゃったし。これも肉なってるんだ。これでこれだな。よし、この無言の映像をこれパパさん持ってもらえるっすか。これこうで引っ張ってもらって、よしよし、こうだ。これ撮れてるのかな、撮影されてるかな。マイダケが本当にキノコをただ楽しんで帰るという映像に。いや雨降ってきたタイミングで最後の最後にマイダケ来るとは思わなかったっす。出すね。これをどうなってんの、これを、え、どうなってるんですかこれ。これで、あ、一株だっすね。え、一株じゃないですか、こっちからも初の共同作業かもしれないですこれ。いけるっすか。あ、やったな。こうだっすね。あ、嗅いじゃった。YouTube でよく聞くような言葉ですね。もう嗅いじゃったっていうか、もうああ失敗したーなんて。このクズガラとクズが出てきて、こっちはあんまり効くないですね。
あ、どうぞどうぞ。もう出す出す。プロの人肌は綺麗に、アド型もねぐ、取ってくもんだっけすな。逆にアド型あれば、あのそこで取ったっていう痕跡がやっぱり、あそっかそっか、見えちゃうんで、あ、おてな感じで舞茸のとりあえず収穫でした。はい、帰ってきました。今日は桜さんがもうめちゃくちゃ取れました。大きいけど虫も入ってなくて最高です。あとはシャカシメジ、シャカシメジからの裏紅固定シメジからの舞茸でございます。キノコ三昧です。それでは今回はこれぐらいで失礼いたします。ありがとうございます。じゃ